グッドモニングユーチューブ。今日は女子大山本先生によります、えー、心筋梗塞後のリモデリングするかどうかっていうのを MRI で予測するという非常に興味深いお話。お願いします。はい、よろしくお願いします。と本日の論文は Diffusion Tensor CMR、DTCMR、えーえー、という、ま、比較的新しい CMR 技術による、ま、研究です。えー、表紙は DTCMR で心筋繊維を可視化した画像です。 まず最初のテイクオンメッセージですけれども、この DTCMR では、従来の CMR では得られない、拡散率 MD、拡散の違法性 FA、ベクトル角度の E2A、螺旋方向の角度 HA のこの4つのパラメータが評価可能となりますけれども、本研究では、心筋拘束後のこれらのパラメータの評価とリモデリングとの関係を検討しています。リモデリング群では、 急性期の高速部でのこの MD が上昇しており、また一方で FA、E2A、右巻きの心筋繊維、RHM が低下していました。つまりこれは言葉で言い換えると、拡散率や違法性が高く、心筋繊維としての構造がより失われており、特に心内膜下の心筋が損傷を受け、通常の収縮を保てない状態であることが明日されました。また本研究では、急性期の FA、E2A は、 12ヶ月後のリモデリングと関連していたことが示されました。それでは背景に移っていきます。こちら MI を,あ MI を発症し、左心室の収縮力が低下すると、心負荷が急激に上昇し、それに適応するために、神経ホルモン鏡が誘発されますけれども、増加したウォールストレスに適応できないと、心臓の構造的、機能的変化が見られるようになります。こちらはラットを用いた研究ですけれども、 MI 発症慢性期のこの高速サイズは、あ差室のサイズと関係があり、えー、MI のサイズが大きくなるほど心臓のボリュームが大きくなることがこの研究では示されています白丸と黒丸はどう違うんですか白丸は急性期ですね、急性期に、えー、と MI のサイズが大きくても EF はそんなに関わらなかったけれども、慢性期に、えー、関わってくる、あなるほどリモデリングしてくるということみたいです。<laughs> はい はい。同じ研究では、MI のサイズとエジェクションフラクションの関係に関しても検討していますけれども、やはり MI サイズが大きくなるほど、心臓の屈出率が低下することが示されています。この新拡大と収縮力の低下の進行は、いわゆる差出リモデリングとして知られており、生存率の低下と関連しています。しかし、リモデリングの正確なメカニズムは、まだ十分に解明されていません。 今回のテーマであるディフュージョンテンソルイメージングとは、その名の通りディフュージョン画像を用いた比較的新しい技術です。ディフュージョンといえばあの神経分野において非常に有用であることが分かっていますけれども、この技術を用いると一定の方向に連続する神経繊維を画像化することが可能です。このディフュージョンテンソルイメージングの技術を CMR に応用したのがディフュージョンテンソル s o r CMR、DT-CMR です。 もともと CMR は様々な心疾患で非心臭的に有用な情報を得ることができるツールですけれども MI においても心筋の正常や心機能などの情報を提供することができ、予後予測などに使用されています DTCMR により新たなパラメータが評価することが可能となり、心筋繊維などの実際な構造を評価することができるようになりました。 DTCMR のパラメータの一つである、こういうベクトル核 E2A を説明しているフィギュアですけれども、心筋性以下で、新筋繊維で構成された、相乗のシートレットが拡張器、収縮器で表されていますけれども、新周期によって変化することで、収縮器の新世紀の飛行を促し、新菌種類と関連しています。DTCMR では、この心筋シートレットの、この収縮器の角度、 指標を E2A で表しています。通常の心筋では E2A は大きい値を取りますけれども、DCM などでは減少が見られ、ストレインの低下のメカニズムもして考えられ、リモデリングの予測認証になることが期待されています。これ E2A っていうのは大きいとどういうことなんですか大きいと、このシートレット、この心筋繊維の、何て言うんでしょう、より角度がこう倒れてるんで、それだけ心筋がこうストレッチしてるっていうイメージなんだと思うんですよね。 なるほどだ収縮できるってことですか。そういうことです。で、それが DCM とか心筋梗塞が起こしてくると、だんだんこうストレッチできなくなるんで、角度が、縮収縮期の角度が弱まっていくっていうのが、なんだと差。差ってことですね、たあのベースと、<あ>あ<ー>そうですね。こちらが MI 発症急性期と、3か月後に CMR を施行した、30種類を対象とした研究ですけれども。 MI 患者では、急性期高速部における e t a が低値であるほど3ヶ月後の LVF が低下していることが示されています。DTCMR では、生体内の心筋繊維のヘリカルな構造も可視化できます。図は水平方向から心筋繊維の角度で色分けしていますけれども、内膜、内膜加速では右巻きの方向、 中層では水平方向、侵外膜側では左膜方向に連続的にこのように変化していることが分かりますで先ほど。ごめんなさい、右膜とか左膜ってのはどど何を、どこを基準にして右と左なんですかえっと、まず一番、なんでしょう、えー、と地面に向かってというか、<laughs> 地面なのが0度。<laughs> うん、はいはい。で、それが何て言うんでしょう、まあ、真ん中の図で分かるように何て言うか。 だん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 こう内、ま、えっ、ー、と、中に行くにつれて、縦方向にはなってくるんです中と外に向かうと。うんで。それが、えっと、何ていうんでしょう、方向を持っていて、まあ、右巻きなのと左巻きなのとで、こう繊維の方向が分かれてるみたいなんですよね。はいはい。はい。で、それを、なんていうんでしょう、角度で表してて。うん,ん。それえっ、ー、と、一番内側が右巻き。そうですね、はい。で、外側が左巻き。左巻きになっていて。うん,ん。 でこれがこう3つに分けると何が分かるかっていうことが続きます。うん、なるほど、はい。はい、で、えー、それがまあ先ほどと同じ急性期と世紀、MI の急性期と慢性期に CMR を施行した処理を対象とした研究ですけれども、ここではあ、まあ、リモート、まあ、高速の遠位部ですね、遠位部と高速部のこの角度を比較していますけれども、高速部では、 あリモート部の心筋と比較して、心内膜足の右巻き方向ですね。つまり、内側の角度が低下してしまっていることがわかります。これは何を表しているかというと、まあ、虚血性心疾患では内膜足からも障害を受けるため、心内膜足でより心筋繊維が失われていることが分かっており、まあ、それに矛盾しない所見であることが示されています。次に DTCMR では、 拡散の MD という指標も得ることができます。MD は水分子の拡散の程度を表す指標です。組織内の様々な構造により、水分子の拡散制限がある場合には、MD は減少します。まあ、これは MD が低いというふうにえ表現します。一方で、心筋拘束などで細胞や組織の構造が破壊されると、水分子の拡散制限がなくなるため、まあ、水が自由に動き回るため、これをこの状態、も MD が高いというふうに表現します。 ECV は、えっ、ー、と、心筋の繊維化などの構造変化により、まあ、高値になることがもう知られているような数値ですけれども、この研究では MD がこのように大きくなるほど ECV があ大きくなることが、まあ、示されています。えぇ、ー、まあ、MD は心筋の繊維の構造変化を、まあ、反映することが、まあ、この研究から示唆されています。ごめんな ECV って何の略ですかあ、えっ、ー、と、細胞外液量かな。 なのでエ、エクストラセルラーボリュームあそうです。で、なので、関数に変化が出てきて、心、ま、菌、あ、繊維だったり、負腫だったりですね、急性液だったら、うん。なるほど。そういうのがあると高くなっていくので、はい、まあそれだけ、なんていうんでしょう、正常な、えー、構造がなくなってきてますよっていうような仕様です。心菌 <laughs> 細胞が、その割合が減ってるってことですね。そうです。はいで。これが最後のおパラメータになりますけれども、違法性 FA は、 水分子の拡散方向のバラつきの指標です。障壁がない場合は、水分子はブラン運動を示すため、東方性に拡散します。この状態を FA が低いというふうに定義します。繊維細胞などの障壁がある組織では、一定の方向に拡散する違法性拡散を提示します。そのため、FA は細胞の構造や組織が崩壊すると、東方性に拡散するため、低下傾向になります。 この程度をまあカラーで表し可視化することができます。これはちょっと待って、分かんなかったんだけど、はい、この濃いブルーの方が、はいえー、等方向性に動いちゃうってことこそうです。だから、水分子が自由に動いてるって状態です。等方向性っていうのはどういう意味ですか、えっと、要はもう方向性がないので、自由に動き回るので、まあ基本的にはブラウン運動をするんで、まあ 球というか円というかそういう形になるんですけど <laughs> なるほど心筋繊維とか、まあ、神経繊維とかだと方向があるじゃないですか、うん、はいなのでなんていうか横には動かずに縦方向に動くなるほどこうい方向性がつけられてるとお高い FA ですねっていうふうになりますなるほどねわかりづらいのが MD だと、えー、円ぽくっぽくなってきてるのが高い MD なんですけど、うん、FA だと球っぽくなってきてるのが低い FA うん、難しすぎるな <laughs>、ね。MD っていうのはだからそのボリュームの話で、<laughs> はい、FA っていうのは動きのベクトルの話だったってことですかねいや ?MD もですね、まあ、ボリュームっていうよりは、えっ、ー、と、まあ、拡散、まあ、ボリュームか、ボリュームそうですね。水分子がどれだけ動くか。ボリュームでもない。動きやすい。はいか ああ動きやすさと方向性と、なんか同じものを見ているような気もするんですけど、そう,そうでもないんですね。この2つはどちらも必要なんですかね。そうですね、これはなんていうか、水分子の、あまあ、でもそうですね。うん。さめてください。<laughs> はい、すみません。で、えーっとまあ、これも ECV と比較してるんですけども、えー、っとやはりこちらも FA が、あまあ、今度は逆ですね、小さくなると。 ECV が小さくなって、まあ、FA があ、あ、すみません、FA が小さくなると、まあ、ECV が大きくなるような数値になっています。で、まあ、以上のようにですね、DTCMR は、まあ、新たに E2A、HA、MD、FA など、新たな指標を評価することが可能であり、組織成長をより、えー、詳細に評価することができます。これらの指標は、前後のリモデリングに関連していると考えられ、そのメカニズム解,解明に役立つことが期待されています。 そのため、今回の論文では、STEMI12 ヶ月後の DTCMR のパラメータの変化や LME リボデリングでの関連を検討することを目的としています。スタディ y p o p レーションですけれども、2019年から2020年の間に、単施設に初回の STEMI で受診した患者を前向きに登録しています。国際ガイドラインで定義された STEMI に対して、症状発現12時間以内に PCI を施行した症例から、 血行再建後の、血構再建術の起用や、心筋症、弁膜症、心房細動などのある症例、また PCI 後24時間以上血行動態が不安定な患者を除外しています。さらに CMR が思考困難であった症例や、画像が不良な症例、12ヶ月後の CMR が思考できなかった症例も除外しています。撮像と解析方法ですけれども、サンテスラのスキャナーを用いて、 え、登録から3日から7日以内、および12ヶ月後に CMR を施行しています。シネ、LGE、T1、T2 マッピング撮像に加えて、先ほど説明した DTCMR のデータセットを取得しています。ソフトウェアを用いて、新機能、ネイティブ T1、T2、ECV 値、高速サイズを評価し、MD、FA、HA、e、E2A は拡散強調画像の新内膜、新外膜を手動でトレースし測定しています。 MD, FA, HA, E2A は高速部と高速から遠隔、遠移部のリモート部とその境界である境界部のセグメントに分けて、それぞれの平均値を算出しています。HA は左巻き方向、円周方向、右巻き方向の筋組織に分類して、その比率を定量値として測定しています。ベースラインと同じ位置の RI を用いて12ヶ月後のフォローアップ CMR も解析しています。 エンドポイントですけれども、プライマリーエンドポイントをリモデリングとして、LVEDVI がベースラインと比較し20、20%以上の増加と定義しています。セカンダリーエンドポイントは、12ヶ月間の LVEDVI、LVF の変化としています。それでは結果です。平均年齢が59歳、男性が80%の計100症例を解析しています。 この中で43%が LAD 領域の心筋梗塞でした。100人のうち32症例でリモデリングを認め、えーま、両者の比較ですけれども、PCI 後に良好な、簡潔路を得られなかった症例が3症例いましたけれども、いずれもリモデリング群で優位さを認めています。その他肝危険因子や PCI のパラメータ、メディケーションには優位さを認めていません。 こちらは実際の CMR 画像ですけれども、ベースラインの CMR は平均5日目、フォローアップ CMR は平均391日目に施行しています。A の症例ですけれども、70歳男性の方で LV リブや172から228に増加したリモデリング群に分類されています。急性期、慢性期ともに全壁中核に完璧性の LG を認め、慢性期により壁の百科を認めています。 急世紀の高速新規においては MD が高値を示しており FA、E2A、HA は低値となりこの傾向は慢性期にも続くことが示されています一方 B の症例は LVEDB が 115ml で慢性期にも変わりなく非リモデリングに分類されています急世紀には中核兵器に LG を認めていますけれども 慢性期にはメタラクなっています高速部の MDFAE2AHA、えーえーえー、に関しては比較的保たれており12か月間大きな変化は認めていません、まあ、すこちらがベースラインでの CMR のパラメーターですけれども高速サイズが22%で高速部ではリモデリング群と比較し MD えが、より高い値を示し、FA, E2A, RHM は高速部で低値となりました。リモデリング群と非リモデリング群の比較ですけれども、LVF が優位に低く、高速サイズが優位に大きいことが示されました。また、DTCMR のパラメータにおいては、リモデリング群で FA, E2A, RHM がより低値であることが示されています。 12ヶ月後のフォローラップ CMR のパラメータですけれども、まずベースラインと比較して LVDVI は拡大している一方で LVF は改善を認めています。高速部の MD はリモート部と比較し、やはり高い値を示し FAE2ARHM は低値となる傾向が継続していました。リモデリング群と非リモデリングを比較すると、 これまでの従来の数値ですけれども、ネイティブ T1、ECV1 は優位に高い値をとり、高速部では MD は高い値を示し、FA、E2A、RHM は低い値を示すことが分かりました。単変量の線形回帰分析を行っていますけれども、ベースライン、最初の CMR で得られたこれらの因子が、 多変量解析で優位となりました。LVEF、EDVI、高速サイズ、ECV などの因子を調整した多変量回帰分析では FA、E2A が独立して12ヶ月後の LVEDVI の変化と関連することが示されています。 こちらは LVEF、高速サイズを含む多変量ロジスティック回帰分析を行っていますけれども、高速部の FA、E2A がリモデリングと優位に関連する因子であることが示されています。こちらは LV リモデリングに関する ROC 解析を行った結果ですけれども、 高速部の E2A、RHM は高速サイズや LVEF よりも高い AUC を示しました。E2A のカットオフ値を45とすると感度は84%、得意度が85%であり、RHM のカットオフ値を12%とすると感度が85%、得意度が77%でリモ,デリ,ングリモデリングを予測することが示されています。ディスカッションです。 FA, E2A は LVEDVI 拡大の独立した予測因子となりました。リモデリング群では、急性期高速部の拡散が東方性、つまり FA の増加、収縮の異常、E2A の低下、信頼膜下の構造消失、RHM 低値が示唆され、フォローアップ CMR においても同様の所見が継続していました。この結果は、ステミ後のリモデリングのメカニズム解明の一時となり、 また、新たなリスク壮別化の因子となるため、より選択的な治療介入が可能となることが期待されています。今や発症後、高速部では、筋細胞のコラーゲン分解が、筋細胞のばらつきを弱視、平均100化,100化と収縮力低下を起こした後、結合組織が筋細胞を結束させ、半根組織を形成することが示唆されています。 反抗組織は全負荷の増加により、伸張力に対応するため、収縮器のシートレッド角度や、心筋細胞の維持が、LV 機能の保持に重要な役割を果たすと考えられています。本研究では、この仮説を強化する結果となりました。様々なパラメーターが反映された l g や、急性期にはダイナミックに変動してしまう T1、T2、ECV 値と異なり、DTCMR は MI を急性期に固定され、 まあ一定した評価が可能となる点がメリットと言います。結論ですけれども、FA、e、定値、E2A 低下、RHM の低下はリモデリングに関連することが示されました。DTCMR パラメーターは従来の CMR パラメーターと比較し、リモデリングとより強い関連を示すことが分かりました。以上です。はい、ありがとうございました。えー、っと、今日はしてみですね。 上昇型の心筋梗塞の、えー、発症の時と、それから満世期1年後ですかね。はいえー、心臓の MRI を取って、でまあ、今回4つパラメーターがありましたけれども、はい、FA、E2A、MD、HA d で,ですかはい。なるほど。これ一つも聞いたことはなかったんだけど、これってもう常識レベルっていうか、はい、もともと分かってないことなんですかね、そもそも。全然知らなかったんだけど。いや そもそも心筋細胞でやろうっていうのは多分新しい話なんじゃないかなと思います。これは後から解析っていうのはできるんですかでえっと、いや、できないはずなんですけど、この研究では普通のンテスラのも <laughs> の <laughs> でそのスピンエコーっていう、まあ、なんだろ、画像を取得してそこから解析してるみたいなんで、<laughs> ディフュージョン画像っていうその、 いわゆる拡散強調度が取れていれば、後解析ができることになります。なるほど。この4つっていうのはこのなんていうかな、それぞれ保管し合っているものというよりは、まあ、取れるパラメーター4つを今回検証してみましたっていうようなことなんですかね。そうだと思います。<laughs> えと FA まあ、今回その差の、差があった予測能が高かったという、まあ、FA っていうのは、はい、そもそものやっぱり心筋細胞の配列ですかね。はい E2A っていうのはまあアングルですかね、この収縮の度合いっていうのが、はいえー、急性期でまあ低下っていうか、障害されている場合は、よりリモデリングしたということですよね。はいえっと、MD、HA っていうのはそれぞれもう一度教えてもらっていいですか ?MD っていうのが、えっと、水分子の拡散の度合いなので、んふんふん大きいほど正常な組織が崩れている。崩れている。うんはい、なるほど。で、えー、HA が HA っていうのが、あ心内膜、中層、まあ、心外膜側に向かって、心筋の繊維の並び方が変わっていて、<laughs> 並び方では角度ですね。で、<れ>右巻き、えー、水平方向、左巻きっていうふうになっていて、<laughs> それのバランスが崩れている、まあ、要は心内膜下の法則が起きていると、<laughs> まあその値のバランスが崩れますよっていう数値になってます。あれまあ、どれもですねやっぱり心筋がダメージを受けて、バラバラになったりして、はい その機能を保てなくなると悪くなる指標だとは思うんですが、はい、これのうちの2つ、FA と E2A があー今回はその優位差がついて、そのほお他の2つがつかなかった理由っていうのは何ですかねいやー、難しいですね。えっと、まあ、もしかしたらですけど、リモデリンクを起こすと、はい、おそらくその完璧性のまあ高速、うん、大きい高速なので、もしかしたらその なんだろう、角度がまあ全部壊されてるんで、そのバランスが崩れるっていうよりはもう全部壊れてしまうから、うん、なんていうか、リモデリングに関与しなかったっていうことなのかな、んん HA に関しては。なるほど。で、MD に関しては、一応この著者らが、えっと、ディスカッションしてるところによると、えっと、リモート部とか、あるいはその、境界部の値も上がっていて、 <laughs> もしかしたら、その心筋全体に何ていうか、負荷がかかるわけですね、高速が起こった後に、はい。はに。で、まあ、一様に変化してしまってるんじゃないかっていうことでゃ高速部だけじゃなくて。<laughs> ただ、じゃ他の<回>はいただかのパラメータも同じなんじゃないかなと思うんで、理由で通るのかなとは、ちょっと個人的には思いました、ね、ちなみに今回は、その高速部とリモートと、その境界と3つ調べてると思うんですけれども、はい、え差のあった FA と E2A っていうのは、どの部分で差があったんでしたっけ えっと高速部ですね、高速部でリモデリングと非リモデリング群、なる差があほどっの,他のところでは差がなかった。差がなかった。うん,、はい、うんなるほど、そうなると、えーとこうまあ、見た目高速、同じような高速部でも、そういったパラメーターが違ってくるような MI が存在するということになりますかね。はい つまりその、餌子層というか、心筋梗塞は起こしてるんだけれども、配列が保たれてるとか、起こしてるんだけれども、アングルが保たれてるとかっていう、はい、ような MI が存在するということ。そうですね、まあ、結局、それって、梗塞のサイズというか、まあ、軽度かどうかっていうことな気がするんですよね、梗塞サイズが小さいというか、あるいは再血行再建が早ければ早いほど、うん、持たれるんじゃないのかなと。 なんていうか、その例えば拘束のど真ん中に関してもですね、もう完全にその時間が経ってて、完全に拘束している、はい、完璧に拘束しちゃっているところであれば、はい、もうこういったその配列は保たれてないと思うんですけれども、それなりに早い時間で、えー、再管理ができて、ということであれば、そのえーまあ、なんていうかこう、えー、断面の一部はですね、やっぱりその、はい まだ構造が保たれている部分があるというようなことを反映しているのかなとも思うんですけど、はい、そこはいかがでしょうああおっしゃる通りだと思います。まえー、PCI までの時間だったりとか、うん、あるいは管流域の、ま、広さだったりとか、そういったものも反映しているんだと思います。そもそも今回はですね、その68例と32例という、ま、全部で100例ということだったので、 まあそういった意味でも MDHA が差が出なかった位になっているかもしれませんが、はい、この STEMI でカルディアック MRI を 2, 2ポイントで取っているというスタディで N100 っていうのは大きいんですかそれともそれ、それのもうちょっと増や,せ増やすべきなんですかねどうなんでしょうえっと、まあ、これまでの従来のパラメータだったら多分少ない方だと思うんですよね。あ、そうです。あ、なるほど、なるほど。はいはい。ただこの DTCMR でってなると、 うん、多い方だと思います。ああそうですよね。はい、な,るなるほどあの。もしかしたらですね、初めての AMI とは言っているものの、OMI が混じっている可能性ってのはあります、はい、そうですね、もしかしたらサイレントに起こしているものだと分かってない一応、気用がある人は除外してるんですけど。<laughs> なるほどね。分かりました。あのこれ、えー、一般的な質問ですが、アキュートフェーズというか、<っ>その新規雇息を起こした急性期のサイズとですね、はいはい 1>, え1年後のサイズっていうのはどのくらい違うんでしたっけええー。それ,まあそれをリモデリングというわけですよね。ああ、そうです。あ今回、ね。吸水器はでも、なんかこう、まあ、スタニングとかっていうのもあると思うんですけど、はい、その、割とこう、もう来た時に、もうかなり動きが悪くてですね、はい、ちょっとさしても大きくなり気味みたいな人も時々見ると思うんですが、はい それっていうのはもうすでに AI を起こす前から少し大きかったっていうことなんですかね。普通は AI を起こした直後っていうのは大きくはなっていないものなんですかね、差、はい、してっていうのは。そうですね。あの、先ほどの研究だとそういうことになりますよね。高速サイズが大きくても、ボリュームはそんなにな確かにしてない。そうですよね。はい、そうですね。確かにね。はい。ありがとうございます。あの、 アディティブなプロディクティブバリューというか、まあ、はい、そもそもこれまで LGE だとか、まあ、p e a c k だとか、はいえー、っていうので、まあ、よその高速範囲はよ、まあ、その予測というかあの、評価はできて、まあはい、それが大きいと、やっぱり慢性期にも大きな高速になって、リモデリングを起こすだろうというようなことが、はい、あの分かってたと思うんですけど、今回こういった、はい、まあ、少し煩雑な 指標を用いることによって、より負荷的な予測能の価値、はい、あのっていうのはあるんですかねそうですね、一応、大変量のレジスィ解析をしているんですけど、うん、これあの、サイズだけに関して言、うん、うと、一応今まで言われてた高速のサイズ、まあ、これ、MRI で評価したサイズですけど、あるいは LVF、うんまあ、そういったものを調整しても、まあ、この FA と e t a というのは独立した品種になっているので、うんうん ちょっと可能性はあるのかなと思います、うん、かなり鋭敏というか、予測のよよはあは ROC カーブでもありましたけど、かなり高いんですよね、この EA は。そうですね。E2A は。かなりすごいですね。<laughs> なるほど。ありました。はい、ということで、まあ、E2A がかなり良さそうで、まあ、それに続いて、まあえー、これを見ると RHM ですかね。はい、はい RHM は何でしたっけ右巻きで、まあ、今回差が出なかったはずなんですけど、RHM はんで2番目に遅くのが高いのに差が出ないんですかねほかううの,のものの影響が大きくなっちゃうんですかねですかね。解析のマジックなのか。怪しいですよね、うん。<laughs> そうですね。<laughs> はい、分かりました。えっ、ー、と、塩谷先生、何かありますあ 聞こえますか。どうぞ。どうぞ。あ、ありがとうございました。えっと難しかったんですけど、面白かったです。あの、これ今回心筋梗塞ってことでお話してもらったと思うんですけど、うん、なんか結構その心臓の構造に迫るようななんか解析をしてるんだなっていう印象があって、うん、あの何ていうか今までその新エコーでこうすごいマクロに見ていたようなものをこういう,ふうに解析することで、うん、なんかより 心臓にもいろんな病気がありますけどそれを細かく分類できたりとかエコよりも早く GCM とか、まあなんでしょうね、ノンコンパクションとか,なんかいろんな病気が診断できるようなそういう活用の仕方を考えられたりしてるんですか はい、あのその通りだと思います。あの今まで見てた EF とかストレインとか LG とかって結構何かの表現系でいろんなものを反映してたものだと思うんですけど、よりまあその要素に近くなった値なんだと思って読んでました。はい、いやありがとうございます。これってそ,のそれぞれの,、まあ、あの予測能っていうのはまあいいと思うんですけど、例えば E2A が高くて FA が低いだとか。 まあ、そういった組み合わせっていうのは今後何かこう出てきそうですかね。つまり構造は保たれているけれども、はい、アングルはあの悪いとか、まあ、そういったことですよね。はい、はい。そうですね。まあ、それも、まあ、検討を重ねていかないと分からないと思うんですけど、うん、基本的には構造が壊れてきたストレインというか、その角度も落ちてくる、ね、いやそうなんだよね。だから結局あ。だから保管する値かどうかってことそう、うん、あ<ー>。だから。 普通はそうかなりその相関してしまうもんだと思うので、そのなんていうかな、えー、外れ値っていうのが何を表しているかっていうのが、はい、今後非常に興味深いんですけれども、渡辺先生、何かコメントあります、はい、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございました。最後にですね、まあ、この、まあ、いつも予測のはいいんだけれども、まあ、これ、家がじゃ高い人が悪いんだっけ、はい が高いと悪い、はい。あ、いやいや、低いと悪い。家が低くて、まあ、おそらくこの人は、えー、将来的にリモデリングしてしまうんだろうというようなことが分かった人に対する介入っていうのはどう考えればいいですかね。やっぱり早期からかなりこうお薬をしっかりとインテンシブに使っていくということになっちゃうのかな。はい、そうですね。うん まあでもまあ今、ガイドラインがしっかりとあるのでですね、まあ、あのほとんどのステミの患者さんというのは、ガイドライン通りに AC 阻害薬、ベータブロッカー、スタチン、それからダプト、まあ、胃薬というのは、かなりの確率で入れられているとは思うので、まあ、あのこのなんていうか、予測のようにまあそこまで大きな影響は及ぼしてないんじゃないかなというふうには思いますが、じゃあそ,そのアップグレードとかっていうのはどう。 まあ果たして本当に可能かっていうことですよね。そうですね。これ以上のお薬の強化ってのはできますかね。あの、この数値を見てっていうことですよね。はい。<laughs> まあ,あの、個人的にはというか、あの、やっぱベーシックドロップしっかり入れてくれる先生と入れてくれない先生いるじゃないですか。なるほど。入れてくれない先生って結局こういう、なんていうか、検査もしないから。<laughs> <laughs> 変わらないんじゃないか。なるほど、逆に、ね。 期待できるかなとともちょっと思っ思ておりまして意識の高い人は結局痩せるから病気も起こらないけど。結局ベーシックドラッグもそんなことしなくてもしっかり入れましょうねって。なるほどね。わかりました。あ,<ー>ありがとうございました。はい、ということで今日は MRI のは新しいお話なのかわかんないですけど、私にとってはですね、どれも全くその聞き覚えのないというか、初めての指標で、えー、E2A も RHM も FA も MD もーですね、あったもだ、HA か。 というのも、まああの、初めて聞くようなものではありましたけれども、まあ、そういったこともまあ解析可能ということでですね、サ、ま、ン、あ、テスラの MRI でも一応、撮像可能というようなことで、かなり高い E2A に関しては、えー、将来のリモデリングの予測ができるということで、あの我々も知っておくべきようなお話だなというふうに思いました。ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。